ックス新潟戦です。ヴェルディ連勝になるでしょうか、注目です。そして注目選手は小池選手です。小池選手も連続ゴールに期待しましょう。そして今日なんですが、先着1000名の小学生以下の方にこちらのオリジナルキャップをプレゼントします。ぜひこのキャップをかぶって応援しましょう。新潟県です。売り上げ金のうち500円が選手の金額になりますので、はい、3500円、はい、500円バックね、はい、さてこちらはおなじみの翔英さんです。今回もですね、オリジナルのポストカード付きの限定セットが用意されているということなんですが、こちらだそうです。中にはクッキーで、翔英さんといえばの人形焼き、そしてもう一つクッキーが入っているんですが、何よりこちら注目はこちらです。じゃん、あ、橋本陸斗選手のポストカード。これ安西選手とあと森田選手のバージョンもあるそうです。でこのポストカードを立てるために、なんとほら、わかるかな、スタンドも入れてくれています。こちら限定50セットを準備しているということなんですが、おそらくあっという間に完売になりそうです。56、よし56、サンダルさんに負けたよ。さて肉フェス会場すごい盛り上がってて、いろんな種類があったんですけど、やっぱり私が食べてみたいと思ったのがこちら。蓋開けようかな。ダン、これ小池地さんプロデュースっていうんでしょうか、喫茶フロールさんが出しているローストビーフジューです。めちゃくちゃ人気でした。ちょっと結構ねお肉が分厚いから、お肉だけちょっといってみよう。なんかお肉って感じの勢いがある、美味しい。あの上にかかってるタレが、玉ねぎが効いてるのかな、すっごい美味しいです。これご飯とめちゃくちゃ合う。さてこちらは杉並区ブースです。今日は杉並区デーということなんですね。で中いろんな商品があるんですが、まずおすすめされたのがこちら、お豆腐で作ったドーナツ、半分お豆腐なんですって。すごいカロリーが抑えられてます。あとあの豆乳パウンドケーキとかおからクッキーとか、すごくこう体に良さそうなお菓子が販売されています。そしてこちら見てください、これキャラクターに波之助っていうキャラクターが
これこれ。波助したら怒られちゃうんだけど、波助です。あ、間違えた。波助だった。なしの助と、なしの助とかかっちゃった。波助、はい。これ、波助はちゃんとヴェルディのユニフォーム着てるんですね。ヴェルディのユニフォームで。本当は最新のに変えなきゃいけないよね。あ、だからもうこれで全部売り切って半額でなくなれば新しいデザインに変えます、うん、はい、なるほど。ということは今これだからレアバージョンのキャラクターになるの で、はい、今半額でゲットできるのでぜひ皆さん、はい、応援してください。はい、はい、お待ちしてます。ありがとうございます。バスケットボールは 3x3 ドットエグゼプレミアと呼ばれるプロリーグが存在しております。そのプロチームによるエキオフェンスは12秒以内に、そして 3x3 の強打者での速い展開、さあ選手の皆さんも、サポートの皆さん、本当にいつもの温かい応援ありがとうございました。まあ、今回ね銀メダルを持っていかれることが本当に皆さんのおかげだと思います。またこれからもベリでね、国内リーグとか世界を一を目指して頑張ります。これからも応援よろしくお願いします。頑張ります。守備じゃなくて攻撃だよ。
改めてヴェルディのこのシステムでご覧いただいていますがいかがでしょうか。そうですね、まずはこの中盤の3人がどれだけこういろいろなところに関係性を作りながら前進していくかというところにはなると思いますね。今日は高木がここで広がって受けたボールを嫌なボールを入れます。パンチングマテウスというところはうまい。ちょっとスペースがあった三笘打つ先制アルビレックス新潟14分なんとか残してもう1回のボンテージ内村スルーパス小池逆サイド原田への打つシュートを選択しました小池純喜。はい、さあ高い位置を取った速いボールを入れていく中倒れるわ小池も押し込めないか左は堀米堀米右足ブロックは若さでした、まあ、よく触りましたね、ここに佐藤雄平佐藤が低いボールスルーパスカットしたトランジションから奪い直す佐藤が戻った右足クロスシュートを選択ああここ入れ替わってさあ新潟チャンス運ぶ高木義明中2枚逆サイドロメルフランクいる来たロメルフランク今先ほどまではダブルボランチでワントップした正三角形でした杉本行く倒れる PK 決定事項ということになります。さあヴェルディ PK1 点を返すチャンス真ん中1点返しましたヴェルディ小池のボールがここでまた中入れていく花戸だ いやセンターバックからのこのほぼ後ろからのボールでした。ここに新井立て突破入っていく左足のクロス逆サイド小池のヘディング原と柔らかいいいボールが入ってきました。またこうクロスも、ね、柔らかいいボールでしたけども、まあ、しっかりこうマイキス選手が、ね、叩かせないような、ね、体の寄せっていうのをしっかりしてますよね、はい、アウトするのが石浦そしてあ宇野か下げますかということはこれだいぶ攻撃的な選手になりますね。そうですね。もうこれセンターバックタイプの選手は若さだけですね。そうですね。今の立ち位置で見ると佐藤雄平選手があそこに下がってますね。一つ下がりましたよね。基本的にはこうブロック2食って見ています。佐藤雄平左。払い残す。流れていった左足のクロス逆サイドイーボラヘディングいやー花とのヘディングわずかに左いやー惜しいシュートでした。ここよくねボールの落下地点に入ってよく叩きましたけどね、うん、そこ分かってますからしっかりプレッシャーに行きます。まもなく90分です。あ、やっ